CB1100 は、ホンダ技研工業が製造販売するオートバイである。形式名エブル SC65 型。2007年の第40回東京モーターショーに試作車 CB1100 回として参考出品された後2009年の第41回では市販予定車として出品。2010年2月26日発表、同年3月11日に発売された。 当初は日本国内1000倍モデルとされたが、2013年には EU での販売も開始された。馬力や最高速にはこだわらず、散歩をするような感覚で、ゆったりと走るをコンセプトに開発された大型自動二輪車で、幅高かつアップなハンドルを採用しゆったりとした、ライディングポジションが特徴である。前後18インチタイヤを装着する車体は、完全新設計であるが、 排気量 1140cc の SC65E 型空冷4ストローク4バルブ DOHC 直列4気筒エンジンは下部の設計を CB1300 シリーズ用 SC54E 型から流用する。常述コンセプトが支持され2010年2011年には大型二輪 401cc 以上クラスで国内販売台数1位となった。また、 2012年にはバンパーを装着した ABS モデルが二輪車安全運転全国大会一般 B クラスの競技車両として採用2019年大会には RS が採用された2010年モデル編集2010年2月26日発表ハンドルの際により2種類のグレードが設定された通常のアップハンドルを装着する仕様同年3月11日発売 タイプ、合比較で、幅が 40mm、狭く、高さが 30mm、低く、23mm 前方に移設したハンドルを装着する仕様。同年6月4日発売。それぞれオプションで、コンパインド ABS 搭載車が選択可能。2011年モデル、編集2011年1月28日発表。同年2月17日からタイプ。 IABS をベースに300台並びに無限テクニカルショップ限定で CB1100 無限エディションを発売。同社は以下の専用装備を持つ。同年6月21日から同年8月10日までの受注期間並びに最大500台までの限定でタイプ IABS をベースにする CB1100 タイプ IABS スペシャルエディションを7月12日に発売。 同社は以下の専用装備を持つ。2012年モデル、編集2012年2月20日発表、同月27日発売で以下のマイナーチェンジを実施。2014年モデル、編集2014年2月7日発表、同月20日発売で以下のマイナーチェンジを実施。CB1100EX さらに、同年4月18日には、ABS モデルに e t g グリップヒーター。 メーターパネル内インジケーターを標準装備する E パッケージが追加発売された。同モデルが車両重量が 1kg 増加並びに車高が 15mm 高くなる相違点がある。CB1100EXABS 特別仕様2015年1月13日発表同月26日から200台限定で発売された特別仕様車で CB1100EX からは 以下の変更を実施。2017年モデル、編集2017年モデル CB1100EXCB1100RS2017 年1月19日発表、同月20日発売でモデルバリエーションとして CB1100RS を追加した他以下のマイナーチェンジを実施。新設定された CB1100RS は標準モデルと以下の相違点がある。なおカラーバリエーションは 以下の仕様となった。2018年モデル、編集2017年12月19日発表、同月22日発売で RS に以下の仕様を施したモデルを追加。2018年3月15日発表、同年4月20日発売で以下の仕様変更を、実施 CB1100CB1100EXCB1100RS。ありがとうございます。